ニコーンとヘナチョコ。怖い。これ俺のだよ。わかった。すごいでかい。小学校中学生のイメージしかないからね。よしよし。よし。これ見て。わかんない。10倍の注文が来るようになりました。幸か不幸か、平成22年度は大変天候が良すぎてジャガイモが取れなくなる。そして、平年の8割しか取れなくなる。私どもに問屋さんは2割カットでお願いしたいということに、私どもは去年の10倍を出てるのに合理もできない、大変困ったことになったわけでございます。私はその NHK のラジオ放送を聞いて、あ、御神水っていうところにはたくさんの片栗があるんだなと思ってお電話しました。東京の課長さんからいろんなところから電話がありますが、いや片栗はないんですよ、いや私は片栗を相談してるんじゃないんですと。片栗というのがどういうような状態でできて、どういうふうに販売されているかということを聞きたいと。よかったら組合長さんに合わせてくれないかということを電話しましたら、組合長との意向を聞いてご返事しますというとすぐかかってきました。お見えになるならいつでも結構です。ということで私は次の日に柳別空港に行きました。課長さんをわざわざ迎えに来ていただいた。そして、カタクリの歴史、あるいは農業のあり方についてじっくりお話をしていただきました。でその夜、懇親会というのがあったわけでございますが、私どもそのメンベイというのはほとんどのものが北海道にある商品でございます。もしよかったら北海道に来て作りませんかという話がありました。あ、そうですか。北海道雪が降るし、どうですかなと。家を建てるのも建築高いでしょうかと、まあそういう話をしているうちに、よかったら明日学校にしてたらどうかということで、当時の水上小学校をに参りました。なかなか素晴らしい学校だった。ただ私どもはラインというのがやっぱ50メートルがいるもんで、もうちょっと広かったらいいかなということで、その返事をした。皆様、美しい
夢のある北洋工場を私どもはお譲りいただきまして、新しくホガジャの工場ができました。しかし、この生徒さんたちになると、母校がせんべいの工場になるんだと、すっごくがっかりして、もう悲しい顔をされたのを、社長の山口が見て、これはいかん、これはみんながいいって喜んでいただかないといかん、どうしたらよかろうか。それで私どもは、そしたら北洋小学校の楽しい思い出を絵に描いてもらいましょうか。私どもはその、生徒様お一人お一人に熱い画集をお届けいたしました。そして描き上がった絵を見て、本当に私どもはびっくりしました。学校の勉強している様子、アイススケートをしている様子、それから将棋をしている様子、いろんなお花、鳥、動物、もうすべてが思い出が書かれていて、やっぱり小学校の10歳ぐらいのお子さんじゃないと描けない素晴らしい絵でございます。これをなんとかこの工場内に飾りたいと思って、子どもアートとして額に入れました。私はこの子どもさんたちの本当に私の思っての絵を提供していただきましたことに心からの感謝をいたします。それでその絵を今日はここで贈呈したいと思っております。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。皆さん本当にありがとうございました。はい、それでは本社と生徒の方のご準備をお願いいたします。それでは松村海生さん、どうぞお名前をお呼びいたします。前にお越しくださいませ。で一度どうぞ前に見せてあげてください。写真をどうぞ。原田大樹さん、どうぞ前にお越しください。原田さん本日お休み。では木村玄也さん、前にどうぞお越しください。鎌田拓磨さん、前にどうぞ出てください。前にお越しください。
さん、前へどうぞお越しください。塩木拓也さん、どうぞ前にお越しください。それじゃあ、飲み物のご用意をいただくまでの間、ご挨拶をさせていただきます。衆議院議員の竹部新でございます。山口油屋福太郎さんの感謝の集いにご案内をいただきまして誠にありがとうございます。そして、今本当に心温まるセレモニーを拝見させていただきました。皆さんと共に、星水町にお越しいただきました太郎さんにを心から歓迎したいと思います。一生懸命真面目にいいものを作っていただいている星水の農家の方と、それからなんとか町づくりをしようという若い人たちが
でんぷん団子、世界一のでんぷん団子を作ったことと、そして何よりも山口社長の情熱と行動力がこんなに大きな幸せを生んでいただきました。また今北陽小学校の子どもたちが本当に嬉しそうな顔をしているの、笑顔を見て私たちも嬉しくなりました。思い出を大切にしていただきましてありがとうございます。学校はなくなっちゃいましたけども、北陽小の子どもたちが大きくなって、越水で頑張る子もいれば全国で頑張る子もいると思いますけども、その子たちが大きくなって保護者の裏を見た時に、越水町北陽という文字を見て、この工場は俺の学校だったんだぞということを誇れるように、ほかちゃんもそして太郎さんも私たち力を合わせて大きな夢をまた実現したいというふうに思います。そのことを皆さんとお約束をして乾杯させていただきます。ご唱和ください。乾杯。めっちゃ男らしい声だね。それでは皆様、少しの義務があるわけです。それで、なんとかこれをもう駆けずり回ってでも探そうということがまず初めの狙いでございました。うちの、社長は夜中にラジオをつけて寝るんです。でその2時頃にその NHK の都市民省青年部が、エニス国にのぐらいの大きな電風団子を作ったのを聞いたら飛び起きました。ギネスに残るんですね、記録に残る団子を作った。その原料は片栗粉のバレージでそのまま作りましたという話を聞いてですね、果たして Thank you.
歌うたもんかい、誰か合唱クラブ。ああ、そうなんだ。何これ、自慢のカメラ。え、自慢のカメラ。そうです。いや、投稿されるよ。いや、しないよ。協力いただいて、会を盛り上げていただきましたけど、最後にですね、弊社の新しいキャラクター、新キャラクターのコガチャ君というのが今回、ニューキャラということで出来上がっておりますが、コガチャ君とですね、はい、皆さん、可愛らしいキャラクターに囲まれておりますが、まず最初に私ども素晴らしいホッと書いた、これもキャラクターですか？ユニフォームということで、お作りいただきました。このユニフォームと、明日の名前が決まります、この私が被らさせていただきます。被り物あまり得意ではありませんが、この被り物とのまずユニフォーム交換をさせていただきたいと思います。あとこの後紹介をしていただきたい。ありがとうございます。結構重たいですね。それでは、これぞ越水実行委員会の代表であります、中村様から、ご説明の方をいただきたいと思います。ご紹介いただきました、これぞ越水実行委員会代表の中村です。山口社長、この度は北洋工場の稼働と、ホガジャの販売が無事に開始となり、本当におめでとうございます。役員の皆様をはじめ、社員の皆様にもこれよりお祝いを申し上げます。この度、これぞ越水実行委員会と山口油屋福太郎様との出会いは、先ほども紹介ありましたけど、奇跡と言ってもよいほどのドラマティックなものでございました。そのことはこの場では控えさせていただきますが、おかげで越水実町の名前も新聞やテレビで見聞きする機会も増え、現在は女満別空港や新千歳空港でも北洋工場さんのホガジャを見かけるようになりました。町おこし団体としてはこれ以上嬉しいことはありません。その勢いをお借りいたしまして、皆様のご理解をいただきながら、この度これぞ越水実行委員会でも越水PR大使としてゆるキャラを制作いたしました。でんぷん団子から生まれた、その名も名前はまだありません。明日のジャガイモフェスティバルの会場にて、町民皆様より、名前を応募し決めていきたいと思います。ホガジャ君に負けない愛される名前を決めていきたいと思います。ぜひ皆様、明日もジャガイモフェスティバルにご参加ください。それでは紹介の方ですけど、まずうちのキャラクターでんぷん団子から生まれてます。それとホガジャ君ですね。じゃあ僕から、はい、まずはホガジャ君、すいません、本当は記念品お持ちする予定が忘れております。ですので、いただくだけいただいてよろしいですか？それでは、こちらからの T シャツをまずプレゼントいたします。かなりきつく持ってます。落とさないようにこのピンクのやつですよね。僕じゃ見えますか？はい、じゃあお互いこう A の近くにこう漂ってこう握手しか何か短い手とこう長い手でガッチリと。はい、ありがとうございます。私ども新しく T シャツを作らせていただきますが、かなりこう鮮やかなブルーで、こちらこれで越水実の皆さんオレンジで、非常にこう同じ色じゃなくてよかったなと思っておりますが、本当に大地の空の色とこう大地の色というような形で、
これからも多分2人がコラボすることは多々あるかと思いますが、ぜひ皆様今後とも、ご声援の方をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。これからも一緒に越水町、